ヒテレタレントへのエール。戸部所属者の番組出演に期待。日本テレビの定例社長会見が24日、東京汐止めの同局で行われ、元ジャニーズ事務所副社長の滝沢秀明氏が率いる新会社、戸部への所属が発表されたタレントたちの同局番組への出演予定について言及されました。戸部はこの月に入り、元部位の三宅健、元、 キング・アンド・ピンスの平野市を、神宮寺ゆうたらが次々に所属が発表されました。特に平野と神宮寺は金プリ時代に冠番組、キング・アンド・ンスルに出演するなど日本テレビの番組に多く出演していたことから彼らの新たな展望に注目が集まっています。日本テレビの専務執行役員、福田博之氏はこの会見で、 キンプリで言うと平野さんと神宮寺さん、前の冠番組だけではなくて、日本テレビの番組でも大変頑張っていただいておりました。と述べながらも、新しい事務所が所属されたということが発表されました。ということで、頑張っていただきたいと思っております。とエールを送りました。このコメントにより、渡部所属タレントたちへの応援の声が広がっています。 新しい事務所への所属が発表され、彼らの今後の活動に対する期待が高まっていることが伺えます。しかしながら番組の出演に関しては、具体的な番組の出演は個別の判断になっておりますので、今、現在はここで報告できることはあるかと言われたら、今はありません、という明確な回答は得られていません。 これにより、ファンたちはどの番組で飛べ所属のタレントたちを見ることができるのか、まだ不透明な状況にあります。一方で、新しい事務所に所属したことで、これまで以上に彼らのキャリアに新たな可能性が広がることも予想されます。 滝沢秀明氏率いる戸べは独自のカラーとスタイルを持つタレントたちの活躍を後押しし、日本テレビを代表する人気番組に新しい風を吹き込むかもしれません。これらのタレントたちのファンは今後の動向に注目していることでしょう。戸べ所属者たちがどのような番組に出演し、どのような活躍を見せるのか、これからの展開が楽しみです。 また、滝沢秀明氏が率いる新しい事務所の立ち上げによって、ジャニーズ事務所を離れるタレントたちが増える可能性も考えられます。これまでジャニーズ事務所が独占的に担ってきたエンターテインメント業界において、戸辺の存在は新しい競争相手として注目を集めることでしょう。戸辺所属者たちの番組出演に関する詳細は、今後の発表を待つ必要がありますが、 彼らがこれまで培ってきた才能と魅力を活かし、新たなステージで輝くことは間違いないでしょう。ファンや視聴者たちは、飛べ所属者たちの新たな活躍に期待を寄せつつ、彼らの成長と成功を心待ちにしています。日本テレビを中心に、彼らの新たな姿がどのように描かれていくのか、今後のエンターテインメント界の動向にも注目です。